3時のドリル。時刻は3時を回りました。さあ、ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ボラ系パーソナリティ山田モンドです。さて、ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう。火曜日の先生はこの方、静岡新聞論説委員長橋本和之さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本さん、今日最高の同期、最低の同期という同期の話をしてるんですけども、はい、同期入社だったり同期入社、はい、の学生の頃も、そうですね、はい、まず最高の同期は、このラジオ管轄してますラジオ局の部長さん、はい、SBS ラジオの部長、 あちらに姿見えますけど、あ、外に来てます、同期ですか、同期なんです。どっちですか、まあ、最高の同期と。最高の同期と笑ってますね。そうか、だから SBS だと新聞もそうですし、テレビもラジオもあるから、まあ、一応同期入社ってことになります。各方面で活躍してる同期たちがっていうことなんですね、はいはい、ああ、それってなんか面白いですね。同じ会社なんだけども、そうですね、やってることは全く違うんで、やってることは違うっていう、じゃあ最低の同期も教えてもらいましょうか、やめておきましょうか、それやめてください。失礼しました。さあ、橋本さんと一緒に取り上げます。今日の静岡トピックス、こちらです。大井川鉄道は1日、昨年秋の台風被害で運休していた大井川本線家山千頭間 22.4km のうち、島田市の家山川根温泉笹窓間 2.9km の運行を再開した。観光客らを乗せた列車が大井川本流をおよそ1年ぶりに渡り、沿線住民が延伸を歓迎した。大井川鉄道大鉄復帰まで時間かかってますね。そうですね、昨年の台風10号なんですけど、まあ、あの被害に遭われて苦労された方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、昨年の9月23日から24日にかけて各地に大雨を降らせて、特に静岡県内に大きな被害が、被害をもたらしました、はい、大井川鉄道が運行する大井川本線なんですけれども、金谷線区間の 39.5km で33箇所、それからその線図の先ですね、はい、井川線、線図井川間 25.5km で26箇所も、その土砂崩れとか路盤の流出なんかの被害があって、24日から両線で、運行の見合わせをしたということです。33箇所と26箇所土砂崩れ。そうですね、ですか、で、まあ、それでもそのいろんな復旧の努力をしてですね、はい、井川線は、10月よ、8日に線図接続橋温泉間、はい、それから 10月22日には接続橋温泉と井川の間が復旧して全線の運行が始まったけれども、本線の方は、復旧が遅れたと、で12月16日にようやく、金谷から家山までの、部分開通にこぎつけたと、はい、そういう経緯になってます。なんでちょうどこう北側と南側は部分開通したけども、真ん中ら辺がっていうところですかね。そうですね、残るその家山千頭間なんですけれども、26箇所も先ほど言った33箇のうちの26箇所ですね、はい、被災して、まあ、被害が出てると、で、それぞれ その被災した箇所のですね、はい、その被害の度合いが大きい、ために、代行バスの運行をしてその、運送をつないでると。この間はバスでやってるんですね。はいはいはい。で今回開通したのはそのうちの、2.9 キロ区間で、まあ、1年、余りかけてようやくということになりますね。そこはで、これによって本線が全体、あの本線は全体の大体半分が、運転区間になったということです。そうと、まだ半分そうですね、あるんですね。約40キロのうちの20キロということですね。およそ40キロのうちの20キロをようやく1年かけて全部開通してきたよと。はい、はあ、そうですか。まだあと半分ですもん ね。大変ですね。結構お金もかかってるんですもんね。そうですね、あの大井川鉄道が、まあ、調べたところでは、はい、まあ、概算なんですけども、家山千頭間の普及に19億円ぐらいかかると。で、これは大井川鉄道が全部出してるんですか。
出してるというか、これからかかるというか、これがかかる、要するに全線開通をするにはまだ19億円かかりますねという状況で、ですが、はい、やっぱり赤字路線なので、うん、そんなに大井川鉄道で負担して、開通させることが難しいということで、はい、今年1月に沿線の島田市と川根本町、うん、はい、それから、静岡県国土交通省に、その支援の要望書というのを提出しました、はい、でこれを受けて県が、中心になって、うん、3月に、大井川鉄道本線沿線における公共交通のあり方検討会というのを発足させて、はい、全線復旧にはどうしたらいいのか、うん、それから大井川鉄道の将来のあり方ってどういうふうにしていったらいいんだろうかということを、うん、地域ぐるみで考えましょうということを始めたんですけれども、その議論もなかなかちょっとまだ進んでないという状況です。復旧にはまだ時間が相当かかるんじゃないかと思います。なるほど、はい、お金と、議論が、そうですね、お金と時間がかかるということですね。かかるというわけですね、はい、いやでもやっぱり当然大井川鉄道だけだとこの19億円無理ですもんね。そうですね、いろいろその被災したその公共交通機関に、はい、補助する制度っていうのはありますんで、それを活用して、復旧したいというところなんですけれども、ちょっとその、いわゆるローカル路線のうちの、大井川鉄道の特殊性っていうのもあるんですよ。大井川鉄道の特殊性、大井川鉄道って観光が中心なんですね。皆さんご存知だと思いますけれども、SL、はい、それから機関車トーマス運行してまして、もう全国的に知られてる、ね、みんな見に行きます、それこそこの紅葉の時期とかね、そうですね、たくさん来るんでしょうね、SL なんかは、45年、今年45年かな、前にもう全国に先駆けて、うん、観光向けに SL の動態保存というのをやりましょう、はい、運行がしながらその保存するということをやりましょうということを始めたんで、この間ちょっと記事にもしてましたけれども、全体定期以外で、要するに通常通勤とか通学に使われている、以外のお客さんの、割合が7割、7割、あとの3割が定期を使って要するに地元の方ということですね。だから7割は観光が、中心だということだと思います。で、はい、その収益だと9割がその観光の方ですね。そう、定期だとこう割もありますね。そうですか、はい、1割がその地元の方の通勤通学の、はいはい、によるその収益ということになるので、観光の度合いが非常に高い、こういうここまで高い地方路線ってなかなかないんですよ。あ、そうなんですね、地方すると要するに地域住民の足を確保するための、制度みたいなことだとちょっとどこまで補助できるのかというのがちょっと難しくなったりすることもあるので、そういうところもどういうメニューが使えるのかというところもちょっと検討していかないといけないということだと思います。行政からするとそこ通勤通学で使ってて絶対に必要って場合は、やっぱ当然その補助金が下りやすいけども、その割合が少なくて観光でしょってなると、はい、なかなかお金がスッと下りないところがあるという、はあ、珍しいわけですか、こういう路線は。そうですね、元々はその林業資源とか運ぼうとか、あと、大井川上流でその電源開発されてますから、そのための路線だったんで、はい、お仕事のための路線だったんですけど、元々はそうですね、だんだんその、人口が減ってきて、林業もこうだんだん低迷してきますから人口が減ってきたり、その仕事で使う度合いが少なくなってくる中で、先駆けてその観光での路線として頑張っていきましょうというのを選んで、早くから取り組んできたっていう、そういうことだと思います。でも観光でね、これだけ人が来るっていう路線はいいことな気がしますけどもね。ちょっと考えてみると、やっぱり静岡って割と観光地が伊豆とか、西部とか、浜名湖周辺とか有名ですけど、中部って観光資源が割と東部西部に比べると少ないじゃないですか。わかります、わかります。そういう中で全国に知られている鉄道なんで、本当残ってほしいなという、乗り物好きとしては本当にそういうふうに思うんですけど、確かに中部ってそういうあれで考えると、本当そうですよね、代表格ですよね、静岡県中部の観光として、の一つだと思いますんで、はい、ただ先ほど申し上げたように、はい、ちょっと、復旧にはまだ多額のお金が出し、かかって、それをどこが負担するのかっていうのがまだ決まってないと、だから時間も相当かかりますねということだ
だと思います。なるほど、どうしていったらいいんでしょうかね。まあその協議会の方でですね、はい、議論を検討会の方でその議論をするわけなんで、うん、まあ、その議論を、なんていうか、まあ、地域ぐるみでその大井川鉄道をこれから、うん、どういうふうにしていったらいいのかということを本当真剣に考えなきゃいけないなというふうに思います。うん、10月1日っていうのは、はい、たまたまなんですけど、その経営難の地方鉄道の存廃をめぐってその、まあ再編をしていこうと、全国ですね、全国、はい、直接大井川鉄道のことじゃないんですけど、はい、全国でその、経営の難しい地方鉄道についてどういうふうにしていこうかということを、うん、まあ、再編を考えていきましょうというための法律が、ありまして、そういうのあるんですね。地域公、これちょっと長いんですけど、地域公共交通活性化再生法っていうのはあるんですけど、まあ、それが改正されて、でまあ、それのかその他の関連法案も10月1日に、関連法もの、関連法も10月1日に、施行されたんですよ、同じ日に。ええ、でこれっていうのは今言った再生法とかのその、その改正の主な内容なんですけれども、うん、その経営難の調達の損廃をめぐって自治体とか、事業者が参加する再構築協議会っていうのを設けるっていう制度を作ったんですね。はい、これはその事業者だとか、うん、それから自治体から要望、国が要望を受けて、うん、で、国が主導して、うん、その今後の在り方っていうのを考えていく、その中にはだから廃止するっていうことも検討するっていう場合もあると思うんですけども、そういう協議会制度を作ったというのがその、改正の主な内容なんですけれども、はい、でこれって複数の県をまたぐ路線が対象なんで、はい、今言ったように大井川鉄道とか直接は関係ないんです。はいはい、で、ですけど先ほどちょっとニュースになってましたけれども、ちょうど、JR 西日本が、はい、芸備線っていうのを、その競技の芸備線について地元とそれから国土交通省と交えて協議をしてくださいという申請を初めて10月1日の施行ですので、その今日初めてしたというニュースになってましたけれども、芸備線かなりやっぱり利用者が少ないということで、まあ損廃を含めて検討していくということになるんだと思うんですけれども、これってのは要するに今までは JR 西日本とか東日本、大きな会社はその儲かる路線があって、うん、そこで、儲けたお金でそのカバーしてるわけですよね。ローカル路線をカバーして、はい、補っていくと、赤字を補っていくっていう、そういうのが成り立ってたんですけど、うん、コロナ禍でもう鉄道の利用そのものがこうちょっと頭打ちという、はい、大幅に減ってしまったと。でこれからその、うん、まあ、リモートワークとかもかなり普及しましたので、その前の通り戻るかどうかというのはちょっとわからないという状況の中で、うん、その赤字の路線を今までのように設けたところでからカバーするというのが難しくなっているという、そういう背景があるので、これじゃあそれを踏まえたら、はい、橋本さん、これ全国の、はい、ローカル路線で、はい、やっぱり利用者少なくなってるとこたくさんあるわけじゃないですか、はい、この法律のあれで廃線になっていくところが増えていくってことですか。うん、可能性はあるかもしれません。ただ損廃を協議するんで存続するっていう選択肢もあるわけですよ。はい、そうですよね。でその場合は、うん、でもその、事業者だけではもうちょっと持ちこたえられないので、うん、地元の自治体さんにお願いする、はい、あるいは、何らかの方法で利用者をもっと次期住民に呼びかけてもっと、うんうん、活用してもらうような方策を取っていきましょうというようなことを話し合うということだと思うんですけれども、はいはい、その中でやっぱりちょっともうバスに切り替えた方がいいんじゃないかとかっていう判断になれば、うん、廃線になるというところも増えていくということで、まあ、いずれにしてもその地方路線の維持というのが、うん、すごく難しくなってくるということに なっているということだと思います。鉄道ってすごくファンがいる乗り物じゃないですか。はい、そうですね、乗り物の中で一番多いんじゃないですかね。はい、っていうのは多分僕SL 取材した時思ったんですけど、すごいなんていうかな、なんか人間味がある機会というか、なんかそんな感じがして、はい、なのでこうね、廃線になっていくのは寂しいですし、反対意見もたくさん出てくるでしょうけどもね、はい、なんとかこう
いろんな路線が存続して歴史とかも刻んできてる電車がたくさんありますからね、残っていってもらったら嬉しいですよね。そうですね、まあ、そのためには我々の利用が大事。そうですね、そうだと思います。ちなみに橋本さん、まあ、今日大鉄の話でしたけども、はい、好きな電車鉄道あったりするんですか？結構好きそうですね。まあね、好きだって言われるとあれですけど、ローカル線好きですよ。大鉄もそうですし、電車、天浜線、天浜線、はい、とかも好きです。やっぱりちょっとスピードが遅いじゃないですか、新幹線とかに比べて。で、車窓から見、はいはい、景色が見えるというのがいいと思うんですけど、なんかこう森の中突っ込んでいくような感じとか。そうですね、もう本当にいいですよね。ローカル線残っていってもらいたいということで、大井川鉄道の題をお届けしました。橋本さん、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、静岡新聞論説委員長橋本和之さんでした。今回のこの内容を聞き直すことができます。 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今回を含めて今までのアーカイブが上がっておりますので、ぜひ皆さん隙間時間に聞いて少しだけ静岡ニュース詳しくなっていきましょう。ぜひ、聞いてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。 Thank you.